漢方納得相談です。このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについてお伝えします。一心堂薬局の小木秀幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ今回のテーマは膵臓の疾患ということなんですけれども、はい、まずは膵臓について、はい、どんな臓器なのか教えてもらえますか。はい、まだ皆さんですね、膵臓と言いますと、はい、まあ、糖尿病にこう代表されますように、はい、糖の代謝に関しての、うん、まあ、インシュリンが分泌 してくるというのは非常にこう、認識あるかと思うんですけども、はい、このインシュリンをですね分泌するだけではなく、うん、食べ物をですね消化する、まあ、水液をですね、はい、出す部分でもあるんですね。はい、ではその膵臓の主な病気について教えてもらえますか。はい、ちょっとまとめたものがございますので、はい、こちらをご覧いただきたいんですけども、まあ、まず最初にお話しさせていただきましたこのインシュリンの分泌異常によって糖代謝がうまくなる病気、これが、まあ、糖尿病なんですね。はい、でこの糖尿病のですね、まあ、自覚症状を、お話ししますとですね、まずは喉が渇いたりで尿の回数が増えたり、あと手足の先がしびれたり、あとその目がかすんだりで、ひどくなってきますと体重が減少したり精力が減退したりで尿が泡立ったりという自覚症状が、起こるのが、まあ、この糖尿病なわけなんですね。でもう一つですね、先ほどお話しさせていた後者の部分であります消化液である膵液がうまく出ずに一種の炎症を起こす病気、これが膵炎という、まあ病気になってくるわけですが、はい、この膵炎の自覚症状といいますとですね、胃痙攣のような痛みを発するケースが多いんですね。はい、でまたその背中や左側 その腹部、そして左肩の放射性 その痛みが出てくる、あとは痛みが出てくるのでその冷や汗が出て脈が速くなってくる、まあ、こういうふうな部分をですね訴える方がこの膵炎の方に多いということなんですね。はい、ではその膵臓の主な病気糖尿病そして膵炎の、症例そしておすすめの漢方薬を教えていただきたいと思うんですけど、はい、まずは糖尿病の症例からお願いします。はい、まずこちらの方がですね約8年ぐらい前からこの糖尿病でお悩みの方の例なんですね。はい、で自覚症状を追っていきますとですね、まあ、この方血糖値が160から180というふうにこう高くてですね、でトイレの回数が、まあ、日中10回は行くということで非常に多いと、でおしっこがですね最近泡立つんですということをおっしゃられたんですね。でさらに喉が渇いて水分を多くとって、であと体が重くだるいと、であと、糖尿病のもう一つのですね指標でありますヘモグロビン A1C という値も高いということをおっしゃられたんですね。この方にはどんな漢方薬をお勧めしたんでしょうか。はい、こちらのですね白虎か人参湯というお薬を服用していただいたんです。どんな漢方なんでしょうか。はい、先ほどの問診カードにもありましたようにですね喉が渇いておしっこの回数が多いような、まあ、糖尿病の方によく使われる処方の一つなんですね。はい、そして、改善例を教えてください。はい、まず経過状況をお話しますとですねまず服用しまして2ヶ月経った時点でおっしゃられたのがトイレの回数が、まあ、減ってきましたと、で最近喉の渇きが気になくなってきましたと、うん、いうことをおっしゃられたんですね。で3ヶ月経過した時点では血液検査の結果当初180ぐらいあった血糖値がですね130まで、まあ、下がりましたと、でヘモグロビン A1C の値も少し下がっていたということで、報告していただいたんですね。で6ヶ月経った時点ではですねさらに血糖値が下がってですね116まで下がってたということをおっしゃられたんです。まあ、116と言いますと、まあ、ほぼ正常値でということなんですが、であと言われたのが最近体のだるさが感じられないんですということをおっしゃられたんです。で9ヶ月経った時点ではですねおしっこもですね、泡立たなくなってきまして体の調子はいいということで喜ばれている方の、まあ、例としてご紹介させていただきました。はい、さあ続いては膵炎なんですけれども、はい、こちらの方はですね、すいません2年前からですね慢性膵炎と診断された方で今も、まあ治療病院で その治療中というふうな方の例なんですね。はい、でこの方の、まあ、自覚症状を話しますとですね左の脇下と背中が痛むと、で
下腹部が張ってる感じがあるということと、あと溝落ちのあたりがたまに痛みますと、で吐き気やもたれた感じがありますと、で最近手足に湿疹ができるということを、まあ、相談時に言われたんですね。であと、まあ、慢性胃炎ということと、あと、平成2年には、C 型肝炎で入院しましたということをおっしゃられた方の例なんです。この方にはどんな漢方を勧めたんですか？はい、こちらのですね、サイコ軽視湯というお薬を服用していただいたんですね。どのような効果が期待できるんでしょうか？はい、この、サイコ軽視湯というのはですね、まあ、先ほど問診カードがありました、載ってましたけども、もたれ感があったり吐き気があるような胃腸症状を持ちながら、要は炎症性の膵炎によく使われる処方の一つなんです。はい、では経過はどうなんでしょうか？はい、この方の、まあ、経過状況なんですが、1ヶ月服用した時点でおっしゃられたことが、病院の薬だけ、まあ、服用していた時よりもですね、吐き気やもたれ感が多少いい感じがするという程度だったんですね、1ヶ月目に関しては。で2ヶ月経過した時点に関しましては、左脇下の痛みが少し楽になったけれども、まだその便の方は軟便ですっきり感がないと。で4ヶ月経過した時点ではですね、肩甲骨の下で背中の痛みがですね、この1ヶ月間感じられませんと。はい、で5ヶ月経過した時点ではですね、まあ、全体的には以前より、まあ、体調はいいと。で特にその吐き気、もたれ感、痛みは本当にまあ良くなりましたと。で7ヶ月経った時点ではですね、まあ、その後も体調がいいということで、まあ、現在もまあ服用されている方の例なんですね。はい、まあ、膵臓のダメージといいますと、糖代謝であったり消化に対する非常に重要な臓器ですからね。はい、そうなんです。ダメージを受ける前に、はい、手早くこう対応することが必要になりますよね。そうですね。はい、今日は膵臓の疾患について一心堂薬局の小木秀幸さんにお話を伺いました。小木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週は小木さんへの質問コーナーです。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎など免疫力の低下によって起こる症状にお困りの方から、慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方薬を処方します。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や、このコーナーでもご紹介した受賞選や顕著、漢方薬に関しての書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点、大宮店は氷川神社入り口交差点前です。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢店向かいです。品川旗の台店は中原街道沿い昭和大学病院前、品川旗の台郵便局隣です。今回も一心堂薬局からプレゼントがあります。健康維持、健康増進におすすめの一心茶を3人の方にプレゼントいたします。ご希望の方はご覧の宛先までご応募ください。番組の感想もお待ちしています。小木秀幸さんでした。小木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後は皆さんからのお便りご紹介します。